イオンでアイズフェスタ2024が開催されるという。店舗の入り口には大きな赤べこがあった。電動で首を振っている。夜遅く行くと首振りは止まっていた。笑い。バッテリーで動いているのかな。しかし迫力ある赤べこだな。面白い。背中に書いてある文字は会津の愛かな。奥に行くと展示物がいろいろある。会津祭りの告知ポスターもあった。観光パンフレットもいろいろある。これは無料の塗り絵。主に子どもの参加を想定しているようだ。会津地域がロケ地になった映画があるようだ。 JR 只見線が舞台で台湾と関係あるのか。青春18というから最初はあの切符のことかと思った。只見線は素晴らしいようだ。いつか撮影に行きたいと思っていたが。会津の民芸品が売られているようだ。やっぱり赤べこはいいよね。最近はカラーべこ、色べこもあるようだ。赤べこは制作会社によってデザインが異なる。個人的には野沢民芸の赤べこが好きだ。福島駅などでも売っている。 JR 東日本のブースがあった。津田沼地区のようだ。左のキャラクターは千葉支社の駅長兼。JR 東日本のネットアプリに加入しているとガチャが1回できるというので参加してみた。景品はメモ帳やファイルもあったが、これを選択した。 JR 関連の会津地区の PR 掲示物。会津産野菜などを買ってみた。金子パンも買ってみた。値引きでも高いか。只見線の資料を入手。会津商品を含む2000円以上のレシートでイオンの抽選会に参加。ことをゲットした。もう1回。こちらは4等の赤べこキーホルダー。翌日に行くと前日にはなかったパンフレットもあった。会津地域だけでなく福島県全体のパンフレットもあった。首都圏では福島県はどのように認知されているのだろうか。そんなことを知る視点で訪れてみるのも良いかもしれない。会津フェスタは毎年行われているようだ。そして違う地域でも実行されている。近くで開催される方はぜひ訪れてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。終わり。